今日は悔い改めの大切さを知るということですね。今日のメッセージは、昨日のリビングライフの聖書箇所からのメッセージです。で、神様この時にアモスという一人の預言者を立てて、イスラエルとその周辺諸国に対する裁きの御言葉ですよね。裁きの御言葉をこのアモスという人物として語っていくということですね。で、アモス書をずっと読んでいて分かると思いますけども、特に語られているのが北イスラエルに対する裁きの言葉なんですね。で、当時イスラエルは2つの国に分かれていたんですけど、北イスラエルと南ユダですよね。で、その中でも特にこのアモス書では北イスラエルに対するその裁きの言葉が語られているわけなんですね。それほどこの時この北イスラエルという国が堕落をしていたという、神様の願う道に背いて罪に満ち溢れた生活がこの北イスラエルの中では行われていたというんです。それゆえにそこから悔い改めることをしなければ恐ろしい、本当に恐ろしい、そんな裁きを受けることになってしまうんだ、そう語られているんですよね。悔い改めなさいという、そういうメッセージです。で、聖書を読んでいけば分かるんですけど、残念ながら北イスラエルはやがてこのアッシリアという、当時の大国ですね、当時の大国によって滅ぼされてしまうんですね。アッシリアの攻撃にやられてしまって北イスラエルは国を完全に失ってしまう、そういう本当に悲惨な結果になってしまうんです。なぜこのような北イスラエル悲惨な結果を迎えなければならないのか、その理由はただ一つ、この北イスラエルの罪の結果なんです。この北イスラエルの民たちが悔い改めることを拒んで、続けて罪の中にとどまっていた。神様の御心から離れ、神様の御言葉に背いて自分たちのただ肉の欲思うままに生きるようになってしまったがゆえの結果、神様の裁きを受けなきゃならない。その神様の裁きの方法がアッシリアという大国を用いて北イスラエルを完全に滅ぼしてしまうという、そういうことなんです。神様の裁きを受けた北イスラエルは完全に国を失ってしまう、そういう本当に悲惨な結果になってしまうんです。ではよくこういうお話を聞くことがありますね。神様というお方が存在しているなら、どうしてこういう悲惨な現状が起こるんですか。悲惨だと思える状況を見るときに、また信じられないようなそんな環境に置かれる中で、人々の多くはこのように言うんです。神様いるならどうしてこんな状況を許されるのか。やはり神様という方は存在していなかったんじゃないか。人々はそのような本当にマイナスと思える、悲惨と思える、難しい状況に置かれる中で、その責任をいつも神様に負わせようとする。なぜ神様がいるならこんな状況を許されるんですか。神様なんて本当は存在していなかったんじゃないですか。しかし私たちがまず今日受けるべき大切なメッセージ、それはそのような悲惨な状況を迎えてしまう、そのことを見るときに、その原因は神様にはないという、神様に力がなくて私たちの人生にこういう状況が起こっている、そうではない。神様というお方がやはり存在をしていなかった、だから私たちの人生にこういう信じられないことが起こるんだ、そうじゃないということです。
その原因は常に私たち人間の罪にあるという。罪。なぜ北イスラエルは国を失ってしまう、そのような悲惨な状況に置かれてしまうのか。神様に力がなかったからか。神様という方はやはり存在していなかったのか。そうじゃない。彼らの責任にある。彼らが罪を悔い改めることをしなかった、それゆえの結果なんですよ。人間の罪がこのような悲惨な現状を作ってしまったという。まあ、先週の日曜日にですね、テキサスにおいてその教会の礼拝している最中に銃乱射事件が起こってしまう。とても悲しい事件です。日本においても、もう信じられないニュースが次から次へと起こって、ね、ある一人の男が9人もの人の命を、ね、奪ってしまう。そういう恐ろしい事件。どうしてこういう悲惨な出来事が起こるのか。世界はますます悪くなっている。その状況を見るときに、やはり神様は存在していないのか。神様に力がなかったのか。神様に不可能はないと語られているけど、実は嘘であって神様にもできないことがあったということなのか。そうじゃない。全ての原因は私たち人間の罪から始まっているんだ。神様の御言葉に背いて、神様の御心から離れて、自分たちの思うままに、肉の欲のままに生きるようになった人間のエゴ、自己中心的な思い、そういう人間たちの責任にあるということを私たちは忘れてはならないんです。聖書を見たら、創世記を見たら、神様が作られた、創造されたその世界は完璧であった、そう言われているんです。創世記1章31節、読んでみましょうね。創世記1章31節読んでみましょう。じゃあ日本語で一緒に、せーの。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。はい、じゃあ英語で読んでみましょうね。せーの。神の創造した世界は非常に良かった、ね、完全な良い世界だったんですよ。これ以上何か付け加えることも必要ないし、これ以上ここから何か取り除く必要もない。神様が創造されたということだけで、この世界は完璧な世界だったんです。しかしある時から神様のその完璧な世界が失われた。何が起こったのか。神様が初めて創造した人間アダムとエヴァが神様の御言葉に背いて罪を犯してしまったんです。取って食べてはダメだ、そのように言われた木から彼らは取って食べてしまった。木の実から取って食べたことが罪ではない。取って食べてはダメだと言われていた神様の御言葉に背いたその罪です。ここに人間の罪があった。罪とはいつも神様の御言葉に背くことが、神様が語られている御言葉に背いてしまうなら、それが罪なんですよ。なぜ私たちは人を殺してはならないか。そのように神の御言葉が教えているからです。なぜ人のものを盗んではならないか。なぜ父と母を敬えと言われているのか。これが聖書の御言葉だから。もしそこに背くならば、それは罪だって言ってるわけです。その根拠はいつも神様がそのように教えているから。その教えにもし背くならば、それは罪だということになるんですよね。神様の創造された世界は完璧だったんです。神様の創造された世界の中に戦争があったんじゃない、殺人が起こってしまうような、そういう世界神様作ったんじゃない。国を失い、職も失い、家族も失い、互いに傷つけ合ってしまうような、そんな虚しい世界を神様創造したことではない。神様の創造は平和であり、神様の創造は
平安。創造されたこの世界の中で全ての人々が幸いな人生生きることができますように。これ神様の御心なんですよ。しかしその御心に背いて罪を犯して生きるようになったのが人間だ。神様のその御心を、完璧な世界を破壊したのはこの人間の罪だということなんですよ。人間の罪にある。イザヤ59章1節2節読んでみましょう。イザヤの59章1節2節です。イザヤの59章ですね、1節2節を読んでますね。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。世界は現在本当にうめいている、苦しんでいる。神様の手が短くて、また神様の耳が遠くて、このような世界になってしまったのか、そうではない。この地に生きる人間が神の御心に背いた、神の御言葉から離れて生きるようになった、自分の思うままに、肉の欲のままに、自己中心的なエゴで生きるようになった、そこに根本的な問題があるんだって聖書はいつも言うわけですよね。今日どうでしょう、私たちの人生にどうすることもできない難しい問題が起こっているか。なんでこんな状況にならなきゃならないんですか、理解できないと思えるようなそんな問題が起こっているか。もしそうならば、その原因は神様に力がなかった、そうではなくて私たちの罪の原因、そこに原因がある、そういう可能性が大きい。感謝のことは、聖書で約束していることは、罪があってもそれを認め悔い改めるならば、その罪は全て許される。罪を悔い改めるならば、イエス・キリストの十字架によって全てが洗い清められる、そのように約束しているんですよ。第一ヨハネ1章8節9節ですね。第一ヨハネ1章8節9節読んでみましょう。第1話ね、1章の8節9節、じゃあ一緒にせーの、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ね、じゃあ英語でもどうぞ、せーの。はい、聖書は約束してる。旧説明には罪は許されるんだ、全ての悪は清められるんだ、そのように約束されている。そのためには罪を認め、罪を告白し、悔い改める。神様の御言葉に背いていた罪を悔い改めるんですよ。そして何よりも大切なことはこの8節にある。8節を見れば、罪はないと言ってるなら、その人は私たち自分自身を欺いている。罪はない、そのようによって自分を欺いているのは、その人のうちには真理はないんだって8節に。真理はない、真理とは御言葉ですよ、御言葉、英語で truth ね、御言葉ですよ。御言葉がなければ、残念ながらその人は罪が何か分からない。罪を知るために私たちに必要なことは、御言葉を知るという、聖書を知る、御言葉を学ぶ、御言葉を聞く。御言葉を知れば知るほど、私たちの人生に何が起こるかというと、罪を知るようになる。
罪が何かということが開かれていくんです。罪の内容を分からなければ私たちは罪を悔い改めることができずに、知らず知らずのうちに罪の中にとどまってしまうということが起こるんです。それが結局私たちの人生を苦しめているという事実も私たちを知らずに生きている。私たちの人生の悲劇をあえて言うなら、それは罪が何かを知らずに生きるということです。私は牧師になって12年経ったんですけど、しかし未だに聖書の御言葉を読むために、私の中にある罪がいつも聖書を通して示される。聖書を読めば読むほど自分が本当に惨めな人間であって、本当に救いようのない罪人だ、そのことが思い知らされる。それはどんな牧師でも同じだと思います。いや、牧師であっても聖書の言葉に本当に真剣に向き合って生きようとしている人であるならば、自分がどれほどこの聖書の価値観から離れた存在であって、本当に醜い存在であって、救いようのない罪人であるか、それを知るということですよね。もし自分はそんなに言うほど罪はないよ、そう考えているならば、そんなに言われるほど惨めな人間ではないよ、そう考えているならば、その人の中には本当の意味で真理の言葉は入っていない。真理が入るなら、聖書で何を言っているかというと、その人は罪を悟るんです。そして罪を知るということとして、私たちは初めて罪を悔い改めることができる。そして悔い改めるならば、その人は許される、そういう約束が聖書で書かれている。だから私たちにとって、この罪を知るということは決して否定的なことではないということを知っていただきたい。逆に良いことなんだ。逆に良いこと。なぜならば、罪を知れば悔い改めが起こる。そして悔い改めが起これば、許されるということが起こる。そして許されるということが起これば、私たちの人生に平和が回復される、そういうことが起こるわけです。だから私たちにとって罪を知っていくということは、それは本当に私たちにとって祝福でしかない、恵みなんだということ。私たちにとって最大の悲劇は罪を知らずに生きていること、自分が罪人であるという事実を悟ることができないということです。イエス様は言われたんです。マルコ2章17節、マルコの2章17節、はい、じゃあ一緒に、せーの。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。アメン。じゃあ、せーの。I'm here on the イエス様、ここではっきり言われるんですよ。イエス様来られたのは、罪人を招くためだ。罪人を招いて、そしてその罪人を救うために来た。イエス様の十字架は罪人のための十字架である。だからもし自分が罪人だとして、そこから救われることが必要であると、そのことを考えることができるなら、それこそ私たちにとって本当に大きな祝福、そこから救いが始まるということです。今日の聖書のアモスの8章1節を見れば、神様がアモスに対して何かを見せる。何を見せるのか。一株の夏の果物を見せる。この一株の夏の果物に何かの意味がある。で、当時この夏の果物といえばですね、
収穫の最後の時を意味していたって。収穫の一番最後に夏の果物が収穫されるんですね。だからこの夏の果物を収穫する時というのは、それは収穫の最後を意味するということ。これ以上の収穫はない。夏の果物の収穫が終わったら、その年の収穫の全ては終わる。そういうことです。なぜ神様アモスにこのことを見せるのか。それは北イスラエルに対する神の忍耐はもう終わるという。もうすぐ終わるという。今日の聖書の2節見れば主は言われるんですよね。私のためイスラエルに終わりが来た。もうこれ以上忍耐できない。その意味は北イスラエルの罪は本当に満ちたという。もうこれ以上積み上げる場所がない。それほど北イスラエルの人々の罪は満ち溢れた。これ以上神様の忍耐は続かない。神様の忍耐に終わりです。逆を言えばこういうことですよ。神様今に至るまで北イスラエルを忍耐していたという。夏の果物の収穫に至るまで神様はずっとイスラエル、北イスラエルのことを待っていた。何を待っていた。彼らが悔い改めること。それでも神様はこのどうしようもない北イスラエルが悔い改めることを待っていた。彼らが罪に気づいて罪を悔い改め、もう一度主に立ち返るようになることを神様はそれでも彼らに期待していた。すなわち北イスラエルに対する悔い改めの機会というものは間違いなく与えられていたんです。自分たちの過ちを認めて、神様の御心に背いていたことを認めて、悔い改めて主に立ち返ることのできるチャンス、それをする時間は十分にイスラエルには与えられていた。しかし今日の聖書として知ることは、その時間は永遠ではない。もうこれ以上主の忍耐は続かない。主の忍耐の終わりの時だって言ってるわけです。主の願いはいつも全ての人が悔い改めて真理を知るようになることです。全ての人々が真理に立ち返るようになること。主の御心に生きる人々が起こされて、その人々が誠の幸いを得て、誠の平安を得て生きることができますように。そのためにこの世界を作った神様。そうなるための機会、神様はいつも私たちに与えてくださっている。悔い改めることができる機会、それはここにいる私たちの人生にも十分与えられている。なぜなら主の御心は裁きではないから。世界を裁くこと、これが主の御心ではないんですから。だから神様は今も忍耐して待っているって言うんです。罪人が悔い改めて主の御元に立ち返ってくることを神様は今も忍耐して待っているって言うんです。しかしもしその時期を逃してしまうなら、裁きという神様にとっても残念な結果になってしまうんですよ。残念ながら北イスラエルはこの悔い改めの機会を逃してしまう。彼らは最後まで心を固くなにして自分が罪人であることを認めない。主の御言葉を拒否する。このアモスの7章を見ればアモスに語るわけ。これ以上語る、もうあっち行け、お前の言葉もめんどくさい、ね、アモスの語る主の御言葉もめんどくさい、ね、もうこれ以上語るなって言って脅すわけですよ。主の御言葉を、アモスを拒否したことは主の御言葉を拒否した。その結果北イスラエルは最悪の結果を迎えるわけ。
アッシリアの侵略を受けて国を失ってしまう。これは本当に歴史上起こった出来事です。今日のメッセージをまとめたいと思います。第1番目、私たちが救われるために、私たちが本当に平和な人生を得るために何が必要か、罪を知ることから始める。自分が罪人であるということを知るという。そのためには御言葉を知らなきゃ。真理が私たちの中に入るときに、自分がどれだけ救いようもない本当に罪人であるのか、それが分かる。聖書はどういう書物か、罪を教えてくださる書物です。ある人は言うんですよね、聖書は私たち罪人だ罪人だと言うからね、あまり聖書読むの好きじゃない、聖書の話あまり聞きたくない、そういう。しかしそのように言う人に対して、三浦綾子さんがこう言ったって。病人の人に対して病気だと教えてあげる、それ以上に親切なことはない。同じように罪人に対して罪人であるという事実を教えてあげる以上に親切はありません。その通りだ。罪人に対して罪人である、そのように教えてくださる聖書こそ愛の書物だ。この聖書の言葉は愛にあふれている。確かに裁きの言葉で聞くのに難しくて心に刺さる御言葉がいっぱいありますけど、しかしそれは私たちをいじめるためじゃなくて、私たちを苦しめるためじゃなくて、憎しみでもない怒りでもない愛なんですよ。罪人であるという事実を私たち知ることができるということは、それは神の愛を知る時だということを私たちは忘れています。第2番目に、罪を知った私たちはそれを悔い改める。本当に感謝のことは、聖書は私たちを罪人だ、そこだけで終わらない。罪人であるという事実だけを教える書物ではない。もし罪人だということだけを教える書物であるならば、こんなに悲劇的な書物はない。しかしそうじゃない、聖書はそこからの救いも教えている。罪人が救われる、回復される、その道を明確に教えている。悔い改めることだ。イエス・キリスト来られる時、悔い改めなさいと言った。罪を悔い改めること。そうするならば、このイエス・キリストのあの流された十字架での血潮によって、私たちのどんな罪でも許される。全ての罪は許される。どんな罪でも許される。私たち知るべきことは、イエス・キリストの十字架以上に重い罪なんて存在していない。本当感謝です。どんな罪であっても、イエス・キリストの十字架はその罪を全部覆うことができる力がある。もし私の罪なんて、こんな大きな罪絶対許されないと思っているならば、それはイエス・キリストの十字架を否定することですよね。そうじゃない、イエス・キリストの十字架はあなたの罪、どんな罪をも覆うことのできるものである。だから十字架は希望なんです。聖書のメッセージはいつも私たちに希望を与えてくださる。その希望を知るためには、罪人であるというこの難しい厳しい現実を私たちがどうしても知らなきゃならないんです。もし今日私たちが罪に気づくなら、それを素直な心で、正直な心で、本当に子供がお父さんに言うように、悔い改める、ごめんなさい、許していただきたい、そのように告白することが大切です。そうするならば、第3番目に救われるんだって聖書は約束して、許されるんだって聖書は約束して、平和の回復ですよ、喜びと感謝の回復ですよ、幸いな人生の回復が起こるっていうんです。
私たちの幸いを崩した原因、結局この罪にある、このことを忘れてはならない。もし現在皆さんの人生難しいなら、何か自分の力でどうすることもできない問題が存在している、そういうことならば、神様は私たちに悔い改めるということを求めている時であるかもしれない。神様の御心が回復なる、そのために必要なことを私たちは本当に目を覚まして、神様からそう見ていた罪があるなら、それを悔い改めて、それが大切である。最後に第4番目、神様は今もあなたが悔い改めることを両手を広げて待っているっていう。悔い改めることができる機会は今も私たちに与えられている。罪を犯した直ちに裁きだ、そういうことじゃないそういうことは誰一人として言っていることができない。そうじゃない。神様はいつも私たちに忍耐している。私たちの神様は忍耐の神様。私たちが主に立ち返ることをいつも忍耐して待っておられる。しかしその忍耐は永遠ではない。いつか時が満ちるということが起こる。その前に私たちは速やかに悔い改めを行う必要がある。神様はその悔い改める、本当に心を謙遜にして心を砕いて神の御前に真実に悔い改めを行うそのものに、今すぐでもその人を立ち上がらせ、その人の回復の恵みをくださるお方であるということを知っていただきたいんですよね。こういう証はいくらでも、罪を悔い改めることによって今までどうすることもできなかったその問題が解決へと導かれた。結局は私たちが本当にどれだけ罪深いものであるか、その罪一つ一つに気づいて悔い改めていくことなんです。最後です。このことを知っている私たちはこれからもこの地上において悔い改めのこのメッセージを語っていかなきゃ。罪からの救い主イエス・キリストのこの希望のメッセージ、回復のメッセージ、それを私たちが語っていかなければならない。この地上に平和が訪れるために何が必要か、この世界が幸いな世界になるために何が必要か、私たちの家庭が、私たちの教会が、私たちを置かれている全ての環境が喜び感謝、そういう満ち溢れる場所になるために、私たちに必要なことは何か、罪を知って罪を悔い改めていくということを、そこから本当に新しい祝福の世界が開かれていくんだということを、私たちはこのメッセージを語っていかなきゃならないんですよ、ね、イエス・キリストがまず来た時に語られたメッセージが悔い改めなさいであるということを、私たちはしっかり心に留める必要があるんです。そこから回復が与えられる、それをぜひここにいる皆様に体験していただきたい。イエス・キリストが十字架で死ななければならないほど私たちの罪は本当に深刻であったということを忘れないように、神の憐れみで生かされているものであることを忘れないように、神の恵みで今日もクリスチャンという立場を持って生かされていることを忘れないように、神が与えてくださったこのイエス・キリストの十字架という希望のゆえに今の私があるということも、私たちは絶対忘れないように。求められることはいつも謙遜です。謙遜、謙遜を忘れない。神の御前でいつも本当にあなたの憐れみがなければ生きていけないものであるというこの
切であるということを私たちは忘れてはならないんですよ。信仰生活が長くなっていくと私たちの心と何かというと恵みを忘れてしまう、行いを追い求めるようになってしまう。何か長い間教会を通ってるから、たくさん聖書を読んだから、礼拝を一生懸命してるから、献金もたくさん捧げるっていうから、ゆえに立派なクリスチャンであるかのように勘違いしてしまうということが起こる。そうじゃない。すべてはただ神の恵み、神の憐れみ、イエス・キリストの十字架、ここ以外に私たちが立てる希望はないんだということを私たちはいつも忘れてはならないんですよ。ここを知るところから私たちの人生に回復の恵みが与えられる、幸いな人生がそこから開かれていくようになるということを私たちはいつも謙遜にこの事実を受け止めていきたい。そしてこの希望のメッセージをいつも語るものでありたい。一人でも多くの方々にこの希望のメッセージを知っていただきたい、そのことを願っているのであります。そのために私たちは本当に聖書を読んで、聖書を学んで、聖書の御言葉を通してこの希望のメッセージをいつも受けていきたいと心から願っているのです。お祈りいたしましょう。しばらくお祈りいたしましょう。今日も与えてくださるこの祝福のメッセージに感謝を持って。